あと、それと、この、まあ、これですね、この、引き出しが、ここに、まあ、収まるんですけど、こう、ちょっとこう、余裕を、もう、持たせて、ちょっと仕込むようにしてるんですけど、これ、なんで余裕を持たせてるかと言いますと、これ、漆を塗る、この後、漆を塗るんですよ。こう、出来上がったら。で、まあ、漆は、うちで、うち、木で作って、あと、漆も塗るんですね。僕がこう、作って、僕自身でこう、塗ってるんですけど、で、これはまあ、その、朱を塗って、あと、その、中溜め塗りっていう、その、ちょっとこってりした、漆塗りにの漆塗りの水屋になるんですけど、まあこんな感じですけど、で、まあ漆の膜がまあこうつくんですね。こう、まあ、膜で覆われるんで、で、まあまあ、こういうはがき、こうはがき1枚ずつ、こっちもはがき1枚ずつ分ぐらいの、漆の膜を予定して、こう、ちょっと合わしてるんですね。こう、こんな感じで。ほら、ね、こう。で、あと、で、まあ、漆を塗ったら、まあ、そこそこ、まあ、ピタッと合うんではないかな、というようなことで、まあ、してるんですけど、あと、それと、収める場所によっても、この引き出しの合わせ方って微妙にちょっと変えなあかんのですけど、例えば、まあ、具体的に言いますと、ここは、この場所、京都市内なんですけど、で、まあ、例えば京、まあ、前1回あったんですけど、まあ、ちょこちょこあるんですけど、京都市内でこう、まあ、うちで桐のタンスを作って、引き出しをピタッとこうキュッと、これがまあキュッと、まあ、キュッとこう隙間なく収まるように、まあ、仕上げて、京都の隣町、大津、滋賀県の大津に持っていったんですね。京都から山一つ越えたら大津なんですわ。で、ところが滋賀県は、京都と違って、琵琶湖が真ん中にあって、結構湿度が高いの、湿気が多いって言いますか、案外多いんです。で、京都と大津ってもう目と鼻の先なんですけど、だいぶちょっと気候が違うんですね。で、まあ、せやけど、まあ、ちょっと、まあ、こっちできっちり合わして持っていったんですよね。それ年末を納めて、年明けたら、引き出しが開かへんって、開かへんって、まあ開かへん。で、で、まあ、削らんと仕方ないんですけど、まあ削りに行ったんです。まあコピー用紙1枚ぐらい、まあ、2枚、1、2枚こう削って、まあ5段の引き出し、5つこう、ちょっとずつこう削って合わせ直したんですね。で、まあ開くように。で、ところがその時はそれで良かったんですけど、今度3月、まあちょっと春めいてくると、まあ湿気も出て、まあ湿度もまあ高く、
なる、まあ、気候がまあ春になって、まあ、湿気も出てきたりするんでしょうね。で今度3月になったら、まあ、また赤変っていう、まあ、連絡が入ったんで、また削りに行ったんです。まあその時もコピー用紙1、2枚削ってスーッとまあこうしたまあ入るようになって、まあそれから一応あの収まってますけど、まあそんな風にしてあの案外その持っていく場所によってあのちょっとあの合わせ方をあの変えるんですね。変えますんで、あの一度その軽井沢にのお客様に納めたことがある。あの軽井沢って結構山の中の町で、まあ、群馬県ですけど、そのちょっとまあ調べましたら、まあ、結構湿度がやっぱ多いね、霧も多いですし、でまあこれその時は、引き出し3段やったかな、3段のあのちょっとこうチェストみたいな霧のタンスを作って収めたんですけど、その時やっぱり引き出し1枚強ぐらいちょっとすかして、まあちょっとすかすかした感じで収めたんですけど、それが6月ぐらいに収めて、年末に京都来はって、あのお客様が京都来はって、まあ、うち寄ってくれはったんですけど、んでその時にあのタンスの具合をちょっと聞いたんです。でどうですかって、そしたらもうあの引き出しの、隙間全然なくなってて、はがき1枚ちょっとぐらいこう開けといたんですけども、全然なくなってて、でちょっとまあ硬いぐらいやってまあおっしゃってましたね。でまああのそうまあまあそれからだんだんこう木ってこう縮んでいきますので、まあだんだんそのまあ使いやすくはなるとは思うんですけど、まああのそまあ去年も、お寺、まあ、あの、あれ、横須賀、まあ、鎌倉の方のお寺、まあ、関東ですね、のお寺に、その、あの、霧の、まあ、タンスみたいな引き出しの、こう、いろんなもんを、こう、しょる、あの、古いもんを、こう、なんかこう保存する、まあそういうあのタンスみたいなもん、まあ着物を入れるんでないんで、まあタンス、まあまあ、まあ、そんなタンスみたいなもんを収めたんですけど、その時もやっぱりちょっとあらかじめあの場所とあのまあ気候をちょっとまあ聞いといたんですね。でまあ、山の中でやっぱり湿気が多いということで、まあ、はがき1枚やったか 2枚やったか、それぐらいちょっとあの隙間開けといたんですね。でまあまあ遠いとこなんで削りに行けませんのでね、まあそんな風にして、まあまあそれから具合悪くなったとは聞いてないので、まあ大丈夫やとは思うんですけど、まあまあそんな感じで、まああのまあそのまあまあ癖を木の癖をちょっとこう見たり、この木のその伸びたり縮んだりその 見たり、そのこうまあまあ漆塗る場合はちょっとあれとか、まあそんな風にこうまあちょっと考えて、まああのまあ
ちょっとでも長いことお使いいただけるように、考えてるようで後から見たら使ったんやったっていうこともありますけど、ほんでもまあまあそれはそれで、とりあえず考えて、ちょっとでもマシなようになるように、マシな仕事がなるようにやっております。まあまあそんなとこです。まあ終わりです。